今日気になっているのは CBD グッズ。まあ、ウェブ上で、この CBD メーカーのネイチャーカンさんから先週、まあ、サンプルをいただいて、一週間ちょっと試した結果を紹介したいと思うんですけど、まずこの CBD カンナビジオールの略だそうですけど、これは何ぞやということで、まあ、最近、いろいろなところで話題になっていて、特にアメリカの方で、 まあ、スポーツ選手、主にプロゴルファーの間で、2年前ですかね、結構話題になっているみたいな、2、3年ぐらい前から、あれ結構みんな使っているみたいなことで。選手が。選手が使ってるっていう、プロの、えー、トップクラスの選手が使ってるっていうので、ちょっと僕も調べたことがあって、まあ、CBD オイルを飲んでいるという話で、この CBD っていうのは何なのか知っていて、まあ、植物のヘンプに、 含まれる成分の一つだっていうのは、まあ知っていたわけですよね。で、まあ、ヘンプというと、まあ、日本でいうタイマー。まあ、タイマーって聞くとちょっと怖いイメージがありますけど、まあ、アメリカなどの先進国を中心に注目を集め、まあ、幅広く研究が進んでいるというのが、この CBD オイル。いろいろクリームもありますけど、まあ、注目を集めている物質として、ゴルファーの間で、まあ、特に リラックスができたり、不安とか心配を取り除いたり、ストレス解消、まあ不眠症にも効くと、えー、慢性痛の解消とか、まあ、うつ病ですとか、子供の間ではなんか自閉症に効果があるみたいなことが言われていて、こう、ちょっと話題になっていたんですけど、当然アメリカで医療大麻っていうのが各州でどん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 合法になっていって、もう10年近く前になるのかな 医療タイマーに関しては、州によっては、あの、処方してるっていう話がありまして、まあ、アメリカの友達にその処方箋で医療タイマーが出てきた頃に聞いたところ、まあ、だいぶルースだったと。ちょ、ちょっと頭痛いんですけど、って言ったら、もうすぐ処方してくれ。まあ、州によってですよ。アメリカではまだ国としてはまだ、あの、合法にしてないので、州、まあ、アメリカ、 は、まあ日本人の方もご存知だと思いますけど、州によって法律が違ったりとか、お酒を飲めるのが19歳の週もあったり、21歳じゃないと飲めない週もあったりとか、まあバラバラなんですけど、免許に関しても15歳から免許取れたりとか、16とかって、まあ週によってまあ法律が違ったりするんですけど、まあ医療大麻に関しても州によっては、もうそうやって簡単に医療として処方されていたわけですけど、まあそんな中、その、 最初僕も勘違いしていたんですけど、この CBD っていうのは日本でもあの違法だというふうに言われているのが THC っていう成分が含まれていると、まあ吸ったりとかまあ食べたりとかすると肺になるっていう。まあそれでまあ日本でも違法なわけで CBD に THC も含まれているので、あ、日本では当然これは売っちゃいけないんだなと思っていましたけど、 まあ、どうやら最近、この CBD を全く、こう、別物として、まあ、その、ンプから注入して、まあ、THC を取り除いた CBD オイルを、アメリカの選手たち、まあ、スポーツ選手たちも使っていると。ということで、まあ、何年か前に、あの、アメリカのプロツアーが、え、日本に来たときに、ああ、中に選手たち引っかかっちゃうんじゃないかな、っていうふうに、もう思いながら、あのー、 まあ、アメリカ海外の選手たちが日本に来て活躍したわけですけどまあ実はこの CBD っていうのは THC っていう違法な物質は含まれていないのであ大丈夫なんだなであのまあその中で、えー、サンプルをもらったので1週間ぐらい前からこうちょっと僕も試してみたんですけどこれは、ね、日本でも、まあ、購入できるとで処方箋もいらなくあの普通にウェブ上で購入 できるということで、まあサンプル版をいただいて今日は紹介していきたいと思うんですけど、まあでももともとその医療タイマー、まあアメリカでも1900、まあ以前このインボコー,ーナーでもちらっとピックアップしたと思いますけど、1930年代の一人の政治家が当時アメリカ30年代っていうのは特にあのジャズバーで黒人のミュージシャンたちが、まああの、 マリファナを吸って、まあ演奏していたと。うん、偏見を持ったその白人の政治家の人が、それを見ていて気に食わなかったと。まあそれだけの理由で、うん、要はタイマーっていうのはとても危険なものだっていうのを勝手に自分でこう世の中に発生していったわけですよね。当時。で、もうとにかく世論を、えー、政治、 の法律を変えて、当時のジャズバーで演奏していた黒人たちを次から次へと逮捕していったっていう。まあで、当時のマスメディアを利用して、もうこれはとても危険な薬だ。危ない。もう人殺し、えー、殺人はあるわ。もう強姦はするわ。もうとんでもない黒人の人たちがもうジャズバーでもう暴れているみたいな。 えー、そんな、えー、ことをこう広めたわけですよ。まあ、真っ赤な嘘だったわけですけど、アルコールの方がよっぽど人は暴れたりとかしていたにもかかわらず、大麻を吸った連中がものすごい暴れているみたいなことを、もう、まあ、全国にアピールして、まあ、違法にしたわけなんですけど、まあ、単なる黒人嫌いな、その政治家の一人がアメリカで違法にした。で、僕が、まあ、だからアメリカに住んでる頃は、 まあ、ここで、まあ、日本人の方も結構勘違いしてると思いますけど、要は、いろいろな違法な薬がある中、まあ、大麻も違法だし、覚醒剤も違法だし、コカインとか、そういういろいろな種類の薬が違法になっていますけど、アメリカでは大麻っていうのは、もう僕の時代からもう大したものではないと。僕が住んでた州も違法でしたけど、まあ、捕まった場合に、 もう40年前の話ですけど、ウィスコンシン州で確か、なんか20ドルぐらいか10ドルぐらいの罰金刑だけなんですよ。まあ、捨てて捕まったら。まあ、でも大体の、あの、おまわりさんは、没収されて、まあ、もうあっち行けみたいなぐらいのものでしかなかったと。だからまあ、アメリカでももうすでに、だからその合法になるのは,のはもう、 もう時間の問題だっていうふうに思ってましたけどね。まあ、他の覚醒剤とかコカインとかそれに関してはもっと法律が厳しく、あの、逮捕とかになるわけですけど、まあ、大麻に関しては大した、あの、ことじゃないと。だからコンサート行っても、バーに行っても、表ずらんもみんな吸ってたわけじゃないですけど、ちょっと角っこに行って吸う程度だったら全然 OK な。まあ、だからそういう時代が、 続いてる中、やっと、あの、まずは医療タイマーとして合法になって、リュウマチ持ちの方に THC は効くということで、まあ若い連中が自分のおばあちゃんとか自分のおばあちゃんとか、もう年取ってリュウマチで、あの関節が痛いっていうおばあちゃんに、ちょっと試してみなよっていうところから、 おばあちゃんとか、痛み取れたみたいな。そこがもうアメリカでは広がって、だん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 、いや、これは、まあ、じゃあ、医療大麻として OK にしようかみたいな。ことで、最初カリフォルニア州から始まったのかなまあ、その後コロラド州とか、どん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 広まっていって、もう最近では、お酒を飲むと同じぐらい別に大麻を吸ってもいいんじゃないかみたいなことで、どんどんどん合法になっていったっていうのが、 今の現状なわけですけどね。まあ中にはまだ違法にしてる州もありますけど、まあそこももう今現在だとはもう大し,大した罪ではないと。だからそういうマリファナとかその大麻というものはそんなに大した。まあ今だいぶ合法になって強いのも出たっていうのは話は聞きますけど、まあ アルコール同様、そんな大したものではないと、そんな暴れて何々起こすとか、あの、中毒になるとか、アルコールの場合はアルコール中毒飲みすぎて死んじゃうっていう、あの、例もありますけど、まあ、大麻に関しては、まあ、死ぬまではいかないというふうに言われている中、まあ、どん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 ,どん他、他の国でもだんだん合法になってきて、日本がまだ、 かなり遅れているな。未だにもう覚醒剤とかコカインと同じようなクラスレベルで逮捕されたら同じ罪になるっていうのが今の世界の,あの時代にはかなり遅れてると思うんですけど、だから日本も早く改めないといけないなっていうふうには思うんですけど、まあそんな中、 今回のこの CBD っていうのは、まあその THC を完全にまあ取り除いているので、日本でも合法で処方箋なしで購入ができるっていうので。まあ果たしてどんな効果があるのかなっていう。まあさっきも話したように、まあストレス、不眠症、筋肉痛とか関節痛に効くっていうふうに言われていて、まずこの、あの、ネイチャー間からサンプルでいただいた あの、マッスルクリームっていうのを、まあ一週間前から試したんですけど、まあ実は僕、まあ糖尿病のせいもあって、もう半年ぐらいゴルフに行くと、だんだん右のふくらはぎが痛くなって、もう、あの途中からまあ足を引きずり,引きずりながら、もうずっとゴルフをやっていたんですけど、今回初めてこのクリームを塗ってゴルフに行ったら、 意外と効果があったんです。今朝行ったんですけど、夜にクリームを塗って、まあ、一日一回クリームを塗りながら、はい、あの、過ごしていたんですけど、あの、ハードなウォーキングっていうのは、まあ、してなくて、まあ、久しぶりにゴルフに行って、まあ、ハードに、まあ、結構歩かなきゃいけなかったんですけど、朝これ塗るの忘れちゃったんです。<laughs> で、着いた、 時に思い出した。あ <laughs> クリーム塗るの忘れた。で、まあ、精神的な理由か何か。うん、まあ、結局、最初のホールからちょっとまた痛み出したんですよね。うん、わあ、痛い。ああ、やっぱり来た、みたいな。はい、でも、その最初のホールだけで、次のホールから、だんだん痛みがほぐれてきて、はいはい、あの、途中からもう完全に痛いっていうのを忘れてしまって、 なんか久しぶりにもうほんと半年ぶりぐらいに快適になんかゴルフができたなっていうのが一つありましてまああとはこのカニベスオイルっていうこれはなんか数滴まあ人によるみたいなんですけど、うんえー、40%CBD オイルっていうのがありましてこれも1日2滴ぐらい下に落としてまあ結構簡単に。 似ていくぐらいいきました自分,自分で見てると分かんないんですけど。で、下に1分ぐらい置いて、そこから飲み込むみたいな。味は、なんとも言えないちょっと、ちょっと苦い味がするんですけど、これの効果が、リラックスできたりとか、不眠症、ストレス解消とか、不安や心配とか、 っていうものに対して効果がある。自分も一週間やってるんですけど、まあそんな大した効果は感じないみたいな。まあカフェインを僕よく飲んで、ね、今日もコーヒー飲んでますけど、1分経ったかな、もう。まあそんなに特にまずいってわけでもあるし、美味しいってわけでもないんですけど。まあ普段からコーヒーを多く飲んでるので、 夜中過ぎないと寝れないっていうのが普段の僕の生活なので、それに関しては、まあカフェインの方が勝ってるから別に、まあすぐ寝れるっていうわけじゃなかったんですけど、今日に関して朝5時起きでゴルフを行かなきゃいけなかったんですけど、まあもういつも同様夜中の12時過ぎまで寝れなくて、でも目覚ましが鳴ったらパッと起きて、なんかささっとゴルフ行けた。意外と まあすぐ寝れるわけじゃないけど、目覚めがいいなっていうふうには感じましたね。あと、有名なゴルフ選手のインタビューを聞いていて、ババア・ワトソンっていう同じ、まあ僕も左利きで、ババア・ワトソンもレフティの選手で、まあちょこちょこフォローはしてるんですけど、あの、その選手が、まあここ数年間 CBD オイルを毎日摂取してるっていう彼の インタビューの中で、やっぱり選手として、も、ま、う、あ、とにかくストレスが結構あるわけですね。ゴルファーの場合は毎週毎週他のいろいろな州に飛行機で飛んだりとかして、まあそこで4日間も集中したプレーをしないきゃいけないっていうことで。ゴルフっていうのはスピードが遅いわけですよ。ね、サッカーですとか。 そういうアメフトですとかバレーボールとか動き回ってスピリディーに物事を進む。なんかゴルフっていうのはゆっくり立って、ね、集中して一球ずつ打って、のんびりと一回、一日の試合4時間もかけてちょっとずつ歩きながら打っていくみたいな。で、俺には完全に合ってなく、あの、ストレス溜めて、 やりながら他のことを考えたりとか、まあ本人的には元々の性格でいろいろなことを考える。今日の夜ご飯どうしようとか、今日子供どこに連れて行こうとか、なんかそんなこと、まあいろいろなことをわらわらわら考えながらゴルフやって、ゴルフに集中できなかったりとかする中で、まあメジャー大会を優勝しているババ・ワトソンですら、やっぱりいろいろ飛行機に乗るのも嫌だったらしいんです、はい、だから次の大会に行くのは嫌だな、嫌だなっていう。怖いなって飛行機ですら、 自分が操縦しないと信用できないみたいなところもあって、飛行機に乗ることすらも怖くて、まあストレスがたまる中で、もうこの CBD オイルを使い始めたら、だいぶそれが緩和されて、うまく眠れるようになったりとか、ゴルフ行った時のそういうストレスをあまり感じなくなって、まあとても快適に今はゴルフができるようになったみたいな、あのインタビューがあったりとかですね。まあそれ以外にも、たくさんの えー、スポーツ選手、ゴルフ以外でも、えー、使っているというふうに言われてて。で、自分も一週間使って、まあそういう精神的なことなんだね。効果があるのか、なって。まあ別に夜すぐ眠れるわけじゃないけど、まあ今日はサクッと起きれたけど、朝早かったんですけど、ただ、ゴルフやってるときやっぱりいろいろストレスが どんどん溜まってくるわけですよね。ゴルフっていう、あの、スポーツ、一球ずつ集中して、どこそこに打たないきゃいけない。で、あの、失敗すると、ああ、悔しいとか、<laughs> 相手に負けると、また相手との戦いもあったりとかして、負けるといいショットが打ってない。まあ、とにかく、やってる最中にもストレスだらけになるわけですね。ましてや、 そのゴルフ場に行くときとか帰るときっていうのは道も混んでるから帰りなんて特にストレスたまるまたここを渋滞かよくっそみたいなことになってもうどん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 行ってやっていて帰ってきても結構ストレスがたまるみたいなまあそんなスポーツなんですけど今日い行ってまあ年取っちゃったんでプレーは あんまり良くなかったんですけど、普段だったらでも、怒りながら帰ってきて、ちっくし悔しいな。なんであそこでああいうことになって、なんかうまくいかなくて。で思って、もうどん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 帰ってくるとストレスが溜まって、まあ渋滞にはまって。でもそれが、ふと今日帰ってきたら、あれ意外となんか今日はストレスないぞ、みたいな。あれスコアあんまり別に良くなかったけど、 あんまり今日は怒んなかったな。なんか、しかも今日暑かったんですよ。意外と暑いのも嫌だし、でもそんなこと思いながら、で、帰りもなんか渋滞にはまってしまったんですけど、家帰ったらなんかこう、あ、リラックスしてんな、俺みたいな。あ、そろそろスタジオに行って番組やらないといけないな、みたいな。あ、あれこれは一週間これ CBT オイルを飲んだ効果なのかなって。 まあ、でそういうところっていうのははっきりわかりませんよね。どういう、えー、これ CBD のおかげなのかどうかっていう。でも、僕の一週間の体験はそんな感じで、まあとにかく、ふっからはぎの痛みが取れた。あと、あの、左肩の関節も、なんか結構昔からずっと痛い、なんか、この CBD、ジョイントバームっていう、えー、関節用のクリームみたいなのも肩に塗って、 っって言って言意まあそんな効果が僕にはあったということでまあだから今アメリカでもまあ日本でも注目されてる CBD なんですけどまああの注目されてるから偽物も多いので皆さん、えー、その辺は注意してきちんとした ところから、まあ、購入して本物の CBD オイルかどうかっていうのを、まあ、まずはチェックしてから購入していただきたいと思いますけど、まあ、このネイチャーカン、えー、今回このチャンネルをご覧の皆さんにお得なクーポンで商品が15%オフになっております、えー。購入の際、入力フォームの方に DAV15DAVE、e、まあ、あの、リンクは貼っときますので、あの、その、 フォームにデイブ15と入力していただければ、えー、15%オフになりますので、興味のある方は、えー、そのクーポンを使って、デイブ15を使って、ぜひとも、えー、チェックしてみてください、えー。ちなみにこのネイチャー感は、えー、筋肉用のクリーム飲む CBD オイルの他に、女性用、まあ男性でもいいんですけど、スキンケアセット、電子タバコ用のリキッドも、えー 販売していますので、ぜひウェブ上でチェックしてください。今日の話題は CBD をピックアップしました。